ジョルジュ・ジャック・ダントンは、フランス革命で活躍した代表的な政治家で、パリコミューン条約、国民公会議員、司法大臣、公安委員会の主犯など、要職を歴任した。歴史家ミシュレが革命を体現する人物として高く評価したため、人間味あふれる革命家として有名になった。モンタニャールの三位一体の一人で、モンターニュ派のダントン派の首領。1759年、フランス王国シャンパーニュ地方、アルシシュルオーブに生まれる。1780年にパリへ出て、法律を学び弁護士となり、この頃結婚して1787年、王室顧問解決期弁護士になる。モンテスキューやディドロの著作を愛読したとされる。1789年、フランス革命が勃発するとこれに共感して参加。ジャコバンクラブに加入する。独特の存在感を発揮して9月にコルドリエ地区の議長に選ばれた。1790年4月コルドリエクラブを創設後、シャンドマルスでの騒動に巻き込まれて一時イギリスに亡命した。1791年末帰国後、パリコミューンの第二条約に選ばれた。1792年、民衆を扇動して、チュイルリー宮殿を襲撃させた後、急進派で唯一人ジロンド派の内閣に司法大臣として起用される。この頃、対外戦争は敗戦続きで9月2日にベルダンでフランス軍が降伏。周囲が動揺する中、さらに勇気が必要なのだで知られる有名な演説で国民を鼓舞した。しかし、責任大臣であった9月虐殺は防げなかった。その後、国民公会議員に当選し、国王裁判では処刑に賛成。革命裁判所や公安委員会の創設にも貢献し、モンターニュ派の指導者としての地位を確立する。ジロンド派とも接触し、党派抗争を止めようとするものの、説得に失敗して大臣を辞任。ダントン自身の汚職疑惑と友人の将軍、シャルル・フランソワ・デュムーリエが、ルイ・フィリップと共に、オーストリアへ寝返ったことによって窮地に陥り、公安委員会からも退いた。逮捕され沈鬱な表情のダントン。ジャック・ルイ・ダビッドの鉛筆画による、肖像ジロンド派追放後の1793年以降はダントン派を結成し、恐怖政治の廃止や、反革命容疑者の釈放を呼びかけたが、1794年1月にインド会社解散に伴う制裁における横領が発覚し、ダントン派に属する議員が逮捕されたことで出鼻をくじかれた。ギロチン台で、俺の頭を後で民衆によく見せてやれ。これだけの頭は滅多にないぞ。と叫ぶダントンのスケッチ。ピエール・アレクサンドル・ウィルが1794年3月、ジャック・ルネ・エベール率いるエベール派の逮捕、処刑では、ロベスピエールと協力したものの、1794年4月に、サンジュストの告発で、収賄の容疑で、ダントンや、カミーユ・デ・ムーランらダントン派が逮捕され、粛清された。ダントンは裁判で、持ち前の雄弁を振るい、判事も無罪に傾きかけたが、弁論を妨害されるなどの圧力がかかり、結局4月5日に、死刑の判決を受けた。ギロチンへの道すがら、ロベスピエールの家の前を通りかかると、ロベスピエール、次は、お前の番だ。と叫び、最後まで堂々とした態度で処刑された。享年34。最後の言葉は、俺の頭を後で民衆によく見せてやれ。これだけの頭は、滅多にないぞ。であった。遺体は、同氏と共に、エラン市墓地に埋葬されたが、後の道路拡張で墓地が閉鎖されたため、遺骨はカタコンブ・ド・パリに移送されている。愛妻家で出張中に急死した最初の妻アントワネット・ガブリエルの亡骸を1週間後に掘り起こし、その時取ったデスマスクを元に胸像を作らせて飾っていた。デスマスクを元に作られたアントワネット・ガブリエル・ダントンの胸像クロード・アンドレ・ド・セーヌ作1793年。ありがとうございます。